どうも皆さんこんにちは、エルザレッドです。それではクリステールズやっていきたいと思います。いやー、前回からレベル上げたよめっちゃレベル上げた。レベルで言うと倍だね。5から10まで上げました。レベル10になってちょっとね、スキルも覚えたのがあって、例えば主人公だとセレリタス、スピードだね。ヘイスト的なもの。まあ、そんな使うとこないかなって感じ。で、この子がスキャン。なんで敵のライフとかが見えるようになってます。これは戦闘中見るとわかるかなと。あとは前回覚えたサンダースフィアだね。まあ、12になればまた新しいの覚えるんだけど、一応倍、レベルを倍にして、やってしまえば大丈夫なんじゃないかと思うのよ。なんで、これでリベンジいきたいと思います。で、サブクエの方も、鼻に花を捧げるのと、修理。エネルギーが必要だからね、電池はまた見つけてからかな。なんで、まずは、これ。花を捧げに行って、狼のリベンジしたいなと。いや、マジで前回強かったもんな。ここで戦うのってレベルだったしね。はい、では着きましたので、早速進めますか。さあ、追悼の場所。どのくらいの人が亡くなったの？とてもたくさんの人が。ということで、前回やられた狼が来ると。早いんだよな。で、やっぱ50入るんだ。強いんよね。で、やることとしては、まずサンダースフィア。この子一番、先行かせたらダメだね。めっちゃ強くなるね。交代させるのがベストかな。で、一応サンダースフィアで、これでスタン入るのよね。これが強くて、で、スキャンで。ボスのライフをする。266!通りで倒せなかったわけだね。で、過去に吹っ飛ばす。で、これ面白いのが、過去に行くと、過去に行ったで、データ数もう一回見ないといけないよね。で、君はもう一回スタン。これタイミング難しくてね。ただ、できればもう、最強だねっていうぐらいの技だね。うん、スキャン。でも200何歩っていうのが分かれば。うん。多分、ダークウルフエットが、そもそもめちゃくちゃ強い。セレリタス。で、スタン来て。パスして。そうだね、もう一旦やね。オオカミで200あるんだもんね。やっぱ強いよね。パスするとオオカミが入ってくる。これ主人公のスピード上げた方がいいね。なるほどね。めっちゃスピード上がるもんね。今日は、倒したいんだけど、とりあえずスキャンもしたいから。で、わざと進める。
算どうなる？ライフ300ぐらい。あーやっぱすごいね、能力めっちゃ上がるもんね。アタック99か。99って最高？そんなことないよね、さすがにね。でここでしっかり始末しといて、あとは送るポッポだね。ちなみにシンクロユカンドラの雨、あー味方一人回復するの毒性、毒どういうこと。で時間が進んでめっちゃ強え、マジか。あーじゃあ回復も入れれば味方回復だけとかできるわけか。あーでも経験値は通常の雑魚と変わんないんだね。あー分かった分かった、なるほどね。クリストファー are you alright？ さあ話進んだね。クリストファー大丈夫？狼が現れた時ずいぶん取り乱していたようだったけど、何か気になることがあるの？エイダもここに埋葬されているんだ。Your brother? お兄さん、yeah. ああ馬鹿げてると思うけど、ここにいるのが少し恥ずかしいんだ。まだ復讐ができていないから。復讐したいという気持ちはわかるが、お兄さんの真の望みは女帝の猛威を終わらせることだろう。そうよ、お兄さんがあなたの言うように立派な人だったらきっとそんな風に感じるはず。でもここに埋葬されている人たちはみんなのために、私たちができるのは花を飾ること。みんなありがとう、今のところに戻ろう。さあ、あこのためだったんだね。さあノアのところ戻ろっか。はい、戻ってきました。じゃあ話しましょうかね。じゃあスラカちゃんと見えたんだね。それが見えた。ええ、花を追悼の場所にそばに置いたわ。これで埋葬されている人たちが慰められるといいけど、忘れられていないということを知ってきっと喜んでると思うよ。そうだ、これを持って行ってくれ、もう必要ないから。面倒かけた俺にね。何くれる？カバン、うわー銀か、ここで銀もらえんの。マジか、もうね全員装備してるからね。まあいいか、売ろう。さあなんかトロフィーゲットしたみたいだね。じゃあ行こっか。まあね、ある程度レベル上げたりとかしたからなんとなくはわかるんだけどね、敵のレベルはね。でね、思ったんだけど、意外とエンカウントが低め。なんかレベル上げする方が大変だった。君たちは99の。で、そうなんだね、もうこれが一番下だからな。さあこのスライムさ、神風っていうのしてくるのよ。それがあぎしてきたしてきたこれがさ意外と強くて、全体攻撃だしね。動画なんかガードタイミングが難しいのよね。まあでもレベルを上げたから大したことない。よし勝ち。じゃあ次行こう。次ね、さっきの狼と経験値も変わんないよね。意外と渋い。
あそこどうやって行くんだろうね。あ、手が出てきた。さて、やることは決まってる。あ、ミスター。25。やっぱサブイベの狼は特殊だったんだね。めちゃくちゃ強かったよね。あ、でもそれでも25ダメだもんな。強いよな。回復一回挟もうか。いきなり強敵とか出てきそうだしね。ジュース、あそこ宝箱あるね。あれ、あ平成兵が。あー、騎士さんやられるんか。まあ、ちょっとなんだろうな。いい気味だなって思ってしまうよね。街での状況を知ってるからね。君は57。いけるか。あと1かレベル2上げないと1人では無理だね。とりあえずさ、この魔法使いが水ダメージ与えられないの結構きついんだよね。まあでもだいぶ楽勝になってきたね。レベル上げ、武器強化。あとさ、お金が意外と手に入りづらくて。アイテム売るにしてもね、買うアイテムってか、回復アイテムめっちゃ高いからさ。830いっぱいもらったと思うけど、一瞬でなくなるからね。あ、バラのネックレス。片身は確か主人公しかダメなんだよね。魔法攻撃と魔法防御。なると。あ、違う。魔法攻撃はもう、見た目とちょっと違うけどね。クリストファーだね。まあ、意外と魔法系だもんな。物理っていうよりかは。あ、なんか覚えた。スレリタス、起爆性、起爆性。敵一体に炎ダメージを与える爆発勇敢ドラを投げると。あー、戦闘しようかのはスペルキャストだね。戦闘で使用可能、いいね、いいえっていうのがよくわかんないけど、まあちょっと投げてみようか。あ、あ、右側なんか見えたね。機械の子は止まれ。あの機械が喋ったのか。お前たちは抽出過程を妨害している。あなたは何なの。私は赤のクリスタルダストの加工エンジンだ。あの動物たち全部を殺したの。どうして。
指示により赤のクリスタルの抽出には動物の体の組織の加工が必要なのだ。あーやっぱあれか、ハガレンと書いてた賢者の石的な感じなんだね。あなたの存在により私の稼働効率は許容範囲以下にまで低下している。あなたたちはすぐに立ち去らなければならない。正確には一体何匹殺さなければならないんだ。私の稼働効率を引き続き低下させればいい。あなたは安全上の脅威とみなされる。そうなったら具体的に何が起きるんだ。効率が安全上の許容範囲以下に低下、ステルスモードに入ります。消えちゃった。まだ近くにいるはずだ。でもさ、動物っていうところだから人も入ってるってことだよね。だって騎士が狙われてたもんね。意外とえぐいな。意外とね、設定がね。400円。うん、まだまだ。あ、起爆性使わなかったな。記録しよう。ほら、めっちゃレベル上がってるでしょ。めっちゃ上げたからね。こっち正解っぽい。右行けたの、もしかして。お宝あったね。危なかったね。コーヒーのカップを入れました。コーヒーのカップ、スピードをブーストし、スタンに対する免許を与える。はあ。コーヒーってダッシュっていうか、速くなる系の効果多いね。あと全員レベル1ずつ上げるとだいぶ楽になりそうだな。あ、念のためセーブしとこう。結構さ、オートセーブとかないから、旬で終わるんだよね。戻すのも大変だったしね。サブクエとか。おお。ステルスプロトコル失敗。実力を行使する前にあなたに警告しなければなりません。実力行使だって？待てよ。行方不明の労働者たちはお前が殺したのか。あー、じゃあこいつがやっぱ元だったんだね。カウントダウンはやめろ。お前をバラバラにしてしまうぞ。セーブポイントの近くボス戦か。あー、すごい。チャージアタック。先に行くと多分発動するよねってなると、よし、ナイススタン。で、150、了解。あ、なんかキャッチされてる。チャージ済み。あれ、狙うってことではないか。そうなると。あんまりスタンは効いてない。あ、プラスダメージ入るのか。で、しかも飛ばされる。なるほどね。とりあえずセレリタス使って、
で、そう、スピード上げて、右腕が落ちた。修理。今出てきた小さなものは何なんだろう。確かにね、あれを壊さないとダメそうだね。当然だ、腕を修理してる。あれがコアに違いない。了解。あれを破壊すればおそらく機械止まる。水でしょうか。ということは何回も何回もスキャンとかを繰り返すって感じだね。旧型、あーだから旧型にした方が下がるか。よし477。スキル、ちょっと待って、稲妻弱点か。よし、いいね。チャージ済み。攻撃いい。セレリスタスが強いのはよく分かった。あ、終わる。終わった。早かった。あれ？なんだかかわいそうな気がする。あのモンスターが？自分が何をしているのか理解してなかったのは確かだ。誰かに与えられた指示を実行していただけだ。そういえば。とにかくあれがいなくなってほっとしたわい。労働者たちがどうなったのかは分かったわね。セントクラルキーに戻ってソフィアさんに分かったことを報告しないと。できればエンゾに気づかれないように。あの機械が偶然ここにいたはずはない。それに人間を攻撃するよう誰か命令されていたに違いない。扱いに注意を要する状況じゃの。しかしいずれにしても壁の町に戻らなくては。赤のクリスタルそのものは安全だ。ロボットは動物たちを狩り、さらに攻撃的にし、赤いダストは彼らよりも強くする。知らずに見たら、ここの状況は前よりも悪くなっているのだと思うだろうな。まさに不吉な光景じゃ。心配しなくても大丈夫だ。もし赤のクリスタルダストが有毒なセントラクラリティの人たちはとっくの昔に全滅しているよ。この電池が抜き取れるかどうか見てみよう。集めている人たちはダストの近くにいても危険がないといいんだけど、本当に安全なのかしら。まあ論理的には正しいよ。ただこれを吸収した動物たちは、かなり危険になってみたいだけど、機械に駆られる心配がなくなったわけだから動物たちももう人は襲わないさ。すぐにこの辺りの状態が正常に戻ればいいんだけど、どうしてあの動物たちはダストであんなに変わってしまったのかしら。それに関する説は以前に読んだことがある。魔法というのは体内に蓄積された魔法のクリスタルが大量になることによって起きると書いてあった。人間が多くの魔力を持つ傾向にあるのは人間が食物連鎖の頂点にいるからだ。つまり他の動物や植物が持っている赤のクリスタルは全て我々に移動する。でもクリスタルはどこからやってきたの。そしてなぜ魔力を持っているの。邪魔をして悪いが、急いでアドリジョーのところに戻るべきではないのか。そうだったわ、ごめんなさい。まあ、ちょっと確信ついたね。電池クリスタルだね。おー、かわいそうな機械。これは一緒か。あー、じゃあサブイベも同時進行だったんだね。いいね。これで電池が解決した。よし、セーブしよう。あれ？となると宝箱一つ、どうやって回収するんだろうね。見ろよ、これを橋にして向こうに渡れそうだ。
あ、なるほど。じゃあセーブしよう。すぐ戻れそうだね。基本困ったらレベル上げだね。お、なんか落ちてる。見る前に戦闘入っちゃったね。これは何かな？カバンにピーターのゴーグル入れた。What are these? まんまそれ。これは何かしら。ゴーグルみたいだな。驚きだ。若き戦士が素晴らしい推理を見せてくれたぞ。どうしてこんなところに？ピーターのゴーグルみたいだな。何が起きてるんだ？彼に個人的に聞いてみた方がいいかもしれない。機会があったら彼の家へ行って話してみよう。ピーターって誰？霧の入ったゴール。まあ、これでサブイベがちょっと進む感じかな？あれ？めっちゃ宝箱ってか、マップ広い。あった。擦り切れたサンダル。ああ、擦り切れたサンダルもう、売ろう。仲間が増えることあんのかな？一応3人揃ってるけど。レインボー茶。CP か。プリスベル専用だね。で、これ上がると、右。木の腕は。いやー、サブクエでやっぱ銀もらえたってことは、それなりに、やっぱ強いサブクエだったんだね、あれはね。さあさあ、入り口戻ろう。いやー、でも意外と、JRPG っていうだけあってさ、漫画の要素とかも入ってんだね。赤のクリスタルでしょ。賢者の石もだって赤色だったしね。錬成も動物とかさ。そういう絡みだったし。まあ、ようできてるよね。これで出れた。よし、戻ろう。でね、ここがね、水引くまでちょっと時間かかんだよね。あ、引いた。あれ？あの人たち、ピーターの家で何をやってるんだろう。伝染病じゃないといいけど、あれだけの問題を片付けた後で、また災害が起きるなんてごめんだよ。だけど、ピーターはどこにもいない。町の人の誰か知ってるかもしれんな。友達のレベカに聞いてみた方がいいかもしれない。前にティシア山を仕事してて、ピーターのことはよく知ってるからね。言っただろ、この家立ち入り禁止だ。どういうこと？あ、それしか言わないね。やべ、ピーターって誰だっけ？マリオは覚えてんだけどさ。マリオは覚えてんのよ。ピーター誰？クリストファー、戦うのに手を貸してくれるの？もちろんさ、レベッカ、聞きたいことがあったんだ。前にティシア山で働いてたよね。このゴーグルが何のためなのか知ってる？あら、見たことあるわ。ピーターのゴーグルじゃないの。最近会いました？言われてみれば会ってないわね。下水道の中にいるのか、よくあそこに行ってるから。下水道か。好きだな。ここら辺は話は変わんない。下水道。下水道、行っちゃう？行っちゃおうか。全然メイン進まねえな。まあでもサブクエの報告いっぱいできるからね。でも下水道さ、特になんかないんだよね。こっちの下水道じゃないってことか。ああ、上の方かもね。あれ？
おいおい、今誰も入れないぞ。紋章があってもなくても。なぜ？邪魔をするな。あいつを刺激するな。今注意を引くのはまずい。別の計画を考えよう。クリストファー、考えて、他に中に入る道はないの？古い下水道が上に繋がっているってことは知ってるんだけど、そこに行けるかどうかはわからないんだ。排水口は壁の高いところにあるからな。とにかくそこまで案内してくれ。何か考えつくかもしれない。マジか。マジか。もう、あれじゃん。下水道直行なんだ。あー、わかったわかったよ。ここから西の方だ。マジか。ちょっと、今回ここまでしよっか。待って、クエストログで言うと、赤い山、ああ、街に誰も入れないってなってるもんね。メインが進んだんだ、あれで。修理もね、もう少し、ね、引いていく波。まあまあまあ、そうだね、メインだね。はい。ということで、ここでご視聴ありがとうございました。まあまあ、こんな感じでのんびりやっていきますんで、ちょっとあと戦闘のシーンはね、うまいこと、パターンが似てきたら、カットとかもしていこうかな。うん。多分、ほとんどね、戦闘を占めてると思うんでね。はい。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。